ちょっと久しぶりにやろうかと思います。ファイナルファイトみたいなゲームなんですけどね。マニアックですよ、このゲーム。昔持ってたんですよ、このゲームで、僕。なんか、洋ゲーっぽい感じですけどね。これ昔280円かなんかで中古で買ってね、どんなゲームかわかんないけど買ってみようかって買ってみたら、まあまあ面白かったんでね。でも結局売っちゃったんですけど。うわ、懐かしいな、これ。なんかかっこ悪いんですよ、主人公は。どれもね。はい、とりあえずこれでいいか。ちょっと久しぶりにやってみようかなと思いまして。もう完全に洋ゲーですよね、見た感じ。うわ、懐かしいな、これ。ファイナルファイトみたいなね、感じですからね。これ必殺技ですね、この回転のやつね。音がいいですね、これ。もうね、録画時間がね、だんだん減ってきて、うわ、そうそう、これアイテム取ったらゲップみたいな音するんですよね。全然ね、こう男臭いゲームというか、洋ゲーですよね、これ多分ね。もともとマクドナルドポテトでしたね。これ280円でね、昔買った時は、280円にしたら面白いなって思いましたけどね。うん、友達と2人用でやったこともありますからね。まあそんなめちゃめちゃやり込むほどのゲームではなかったですけどね。友達と2人でね、280円にしたらいいねって、面白いねこれって言ってて、よくやってたんですよ。ジャップがある。残機6機もあるんや。なんかこの骸骨みたいなやつ、なんかどっかで見たことあるな、他のゲームとかでも。ギガゾンビに似てますよね、ドラえもんの。ギガゾンビってこんなんじゃなかったでしたっけ。なんか忍者タートルズとかに出てきそうな敵ですよね、出てくる敵がね。
ボスか。そうそう、このゲームそういえばね、難易度そこまで高くなかったんですよね。あ、でもやられそう。あ、やられた。完全におもちゃなんでしょうね、これ。武器に使ってるのは。あ、やられた。ジンク。あ、やられた。倒しましたね。あ、まだか。はい、一面のボス倒しましたね。取れないんやこれ。あ、取れた。あ、なるほど。これずっと撃てるんかな。多分これ一時的でしょうね。一定時間とか撃てるか、回数決まってんでしょうね。あ、もうなくなったやん。アイチャップしましたね。あ、またゲップや。これなんか他のキャラクターもなんか久しぶりに見てみたいけどね。これでもしやられたらちょっと他のキャラクターもね、あの一人ずつプレイすると時間かかりますけど、あの他のキャラクターもどんなキャラクターなのかちょっと見てみるだけ見てみますね。久しぶりにちょっと見てみたいなと思ったんでね。しかも録画時間があと3分しかないですけどね。この次のね、次回にまた続きね、この続きやる感じになると思いますけど、この次もちょっと RG350 やろうかと思ってるんで、この次の回もね。第5回と第7回が1本しかゲームをね、プレイできなかったから、ね、それを取り戻すかのようにね、あの、たくさんのゲームをね、収録しようというね、今日は、あれ感じでやろうかと思ってますんで。音楽はなかなかいいですよね、このゲームね。あ、これゴルフのあれですね、ドライバー。これ武器取るのが、あ、これな、こういう感じ。これも多分何回か打てる回数決まってんでしょうね、これ。あ、骸骨の仮面取れたらあんなになるんや。
あ、これ何発でも打てそうですね、これ。こっちがダメージを受けるまでは。ダメージ受けるとなくなると持ってた武器は。もうあともうね1分ぐらいしか時間がないですけど、今回はね、はい、じゃあ一旦ね、ここで終わりにさせていただきたいと思いますんで、ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube、もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。はい、また続き目撮りたいと思ってますんでね。はい。チャップ取った。はい、実況させていただいておりますシロックマンです。よろしくお願いします。はい、RG350 ですね、続きを取りたいと思います。よろしくお願いします。ストーンプロテクターズというね、ちょっとマニアックなゲームをねやってるとこですね。その続きをねやりたいと思います。いきなりねやられたところから始まるというね。これまあちょっとファイナルファイトみたいな感じのちょっと一応ベルトスクロールのアクションゲームなんですが、むちゃくちゃマニアックなゲームで、急に音楽変わったね。ボスや。うわ、なんじゃこいつ。なんかこの主人公バブルガムブラザーズの何やったっけな、あの人に似てるな。ああ、ミスターコーンやったっけ、ちょっと忘れたけどね。バブルガムブラザーズっていうねグループありましたもんね。それのなんか人たちにちょっと似てるような気がします。上のやつに攻撃するのか、上に乗ってるやつに。ダメ、必殺技使ってもダメージ与えられないやん。めっちゃ強いやん。あ、死んだ。
どうやって倒すのこれ。ダメージ与えられないやんこれ。うわめっちゃ減る。最後の残機、どうやって倒すのこいつ。ゲームオーバー。あ、これコンティニューないんや、このゲーム。珍しいね。こういうベルトコアのね、アクションゲームってコンティニューあるイメージありますけど。ちょっと他のキャラもちょっと見てみましょうか。はい、ちょっと戦い方だけちょっと見てみようかなと思います。こういう剣で戦うんや。あ、なるほど。なるほど。はい。じゃあ違うキャラ見てみましょう。もうね、ゲームとしては悪くないですよね。これ、ケムコなんやね。これ、5人兄弟なのかな、これ。ストーンプロテクターズっていう名前のまあグループなんでしょうけど。おお、すごいな。あ、これが必殺技？独特ですよね、このゲームのキャラクター。なるほど、わかりました。違うキャラ、間違えた、セット。じゃあこれ、お、強いやんこれ。飛び道具やん、思いっきり。爆弾も投げるんやん。バズーカも持ってる。これめっちゃ強いんちゃうのこれ。爆弾も投げるしよ。必殺技が取れないんや俺。あ、このバズーカが必殺技か。これが一番強いんちゃうのこれ、もしかして。あ、でもやられた。その代わりあれなのかな、防御力が弱いのかもしれませんね。うん、これを試したら終わりますね、このゲームは。あ、ちょっとこう歩くのが早いというか。あ、ローラースケート、じゃあ、あれか、ローラースケートやね。あ、これが必殺技？
これが必殺技らしいですね。なるほど、わかりました。はい、じゃあね、このゲームは終わります。はい、リセットゲームと。はい、あー間違えた、落ちちゃった。今まさかリセットゲームじゃなくてやめるんやから、エグジットこれですね。はい、ですね、今ねちょっと一旦引きますが、